はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は蛇腹になっているファイルをいくつか作ったので、そちらをご紹介したいなと思います。まだ今から紹介するものはメルカリで販売はしていないんですけど、今後出品しようかなって思っているので、そのファイルを動画でもご紹介したいなと思います。まず今回このファイルで作ったもののみご紹介するんですけれども、たくさんあるのでお時間あるとき見ていってください。では紹介します。まずこちら、こんな感じの100枚便箋だったかな、100枚全部柄が違うというメモじゃなくて便箋を貼りました。ここにはこの袋も自分で作ったんですけれども、この瓶のデザインの袋を3枚入れました。この柄すごく可愛くて、ここがジッパーになっているので、はい、いろいろと便利かなと思ってお裾分けに入れました。で、次はこちらです。ここはこんな感じでミニ封筒2枚ずつ入れました。で、ここは桜のメッセージカードだったりとか、アライグマのメッセージカードとかお裾分けで入れてます。ここからこうひょこっと取り出せるようになってます。ここはドーナツの、以前雑貨屋さんで買ったこのドーナツの便箋レターセットを入れました。で、ここなんですけれども、こんな感じでくまさんの袋を入れました。で、こちら、ここには私のお気に入りの付箋をつけました、貼りました。これはね、3枚ずつかな、はい、貼ってます。このね、付箋大好きなのでお裾分けに入れました。で、ここはアリスの袋を貼ってあるんですけれども、全部取り出すのが大変なので、こんな感じのスイマーのアニマルビスケットだったかなのメモを入れました。何枚だろうな、たくさんというか8枚ぐらいかな入れましたね。で、これはこんな感じでチョコのメモを3枚ずつ入れてあります。これはなんだっけ、袋線の大きいものになります。で、ここは何も貼ってない、何もポケットはないんですけれども、この100枚便箋のものを1枚貼りました。こんな感じです。こちらは今後出品する予定です。そしてこちら、これも同じ表紙って感じなんですけれども、これはこんな感じのミニポチ袋、で、ここには付箋をお裾分けに入れました。で、ここはこんな感じのレターセットのお裾分け、このどちらもハンバーガーのもので、こんな柄になってます。このサイズに合うように作った手作りの袋に入れました。で、スティッカーシールを貼ってます。ちょっとね、すごいぶつかっちゃったんですけど、すいません。で、こっち、ここにはこう、ここに食い込ませてるんですけれども、
このパンのメモを入れてます。で、ここは瓶のメッセージカードを入れてます。ここは先ほどと同じ感じでビスケットのメモ帳で、あーすごい揺れちゃった、ごめんなさい。で、こちらすごいアングルで今撮ってるんですよね。なのでちょっとね、揺れたりしたらすいません。ここにはこんな感じのメモだったりとか、ここはね、私のお気に入りのメッセージカードを入れました。なんかこれね、こう立てても画面に映りきらないので、こうやって紹介するとすごく難しいです。で、ここにはアリスのラッピング袋じゃなくて紙袋1枚と、あとはアリスのシール、チシャー猫のシールを貼ってま、貼ってるじゃない、お裾分けに入れました。クリップもミッキーにしてます。色もちょっと合わせてみました。で、ここは最初に紹介したポチ袋とは違う柄のポチ袋だったりとか、ここも、レターセットのお裾分けを入れてます。結構私フード系のものとかが好きなので、そういう持ってる、私の持ってるレターセットをいろいろ入れてみました。いろいろって言っても先ほどのものとは柄は違うんですけど、こんな感じのもので結構雑貨屋さんのものが多いんですけれども、はい、可愛くて好きなので持ってるものを選んで入れてみました。クリップはミッキーのものを使ってみました。こんな感じです。このファイルはそんな感じでしたね。次はこちらは販売している、今現在販売しているものなんですけれども、ここにはこちらのくまちゃんのラッピング袋を5枚入れてます。で、こちらにはこんな感じのものを入れてたりとか、ちょっと待ってくださいね、入らない、よいしょ。で、ここにはしおりを4枚入れてます。こんな感じのデザインのものを入れてます。なんかおしゃれかなと思って入れてみました。ここはこんな感じのトレーシングペーパーでできてる袋ですね。ね、2枚か3枚ですね。ちょっとね、入れたんですけどどっちだったかちょっと忘れちゃいました。で、こちら、ここは手作りのトレーシングペーパー素材って感じのものなんですけれども、こちらもレターセット入れてます。あの、先ほどと同じだったのですけれども、だったのですけれども、ってか、あの、同じ方が買ったら被るかもしれないんですけど、同じファイルではできるだけ被らないように作っています。で、こちらレターセットで、で、こちらも袋線っていうものを買ったので入れました。こちらのレターセットだったりとか、これはレターセットの便箋部分も折ってるんですけど、こっちは入れて、折らずに入れれるので、そんな感じでやってます。はい、これも、こっちは折って入れないと入れれなかったので、折って入れたんですけれども。で、こちら。ここも手作りの袋で、このラッピング袋じゃなくて、なんかこういうね、チャックになってるやつを入れました。で、ここはカフェっぽい柄の袋で、こんな感じの可愛いラッピング袋のお裾分けを4枚入れてます。多分4枚、失礼しました、3枚です、すいません。はい、そんな感じです。というわけで、すごいね、ちょっと時間が長くなってしまったんですけれども、とりあえず3つご紹介しました。で、そんな感じですごく似たような感じのものなので、次はもうパッパとご紹介するんですけれども、こちら、これも同じ感じで
一つ一つ丁寧に作っています。ビスケットのマステとパンが意外と相性がいい感じになりました。とちょっとねサクサク紹介します。で次もこちら、このバンビちゃんの柄がすごく可愛くてお気に入りです。でこんな感じで、内容はそんなにそこまで変わらないけど、たまに変わりますね。これとかも変わってたりとか、こういう紙を使ったりとかしています。これはね結構可愛いんですよね。このメモは今は多分売ってないものなんですけど、チョコのメモで、はい、すごく可愛いのでお裾分けに入れさせていただきました。そんな感じです。で最後にこちらですね。これもね内容はそんなに変わらないんですけど、これはねめっちゃここにも付箋を貼りました。お裾分けで3枚か4枚ずつ入ってます。はい、とりあえずこんな感じで紹介しました。ですね 1,2,3,4,6 冊ですね。1冊は購入していただいたので全部で合計7冊作ったんですけれども、今回こちら6冊あるので、今後メルカリで出品する予定なので、ご興味のある方や欲しいなって思ってる方はぜひメルカリで見てみてください。というわけで、こちらの蛇腹になっているファイルのお裾分けファイルを作ったのでご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。ちょびちょび販売していく予定です。それではバイバーイ。